後はなんと2人でノーミダンメイクに挑戦します。イエーイ。ちなみに制限時間3分です。 3分ちょっと待って、3分無理だべ。え、聞いてください、私1時間かけてるんですよ。私もです。やばいですね、もうこんなぐちゃぐちゃになっちゃいます。いや本当にぐちゃぐちゃになっちゃいます。あらやだ。よし、じゃあどっちからするか、じゃんけんというか、はい、最初はグー、あ、じゃんけんほい。よし、私から挑戦していきたいと思います。ふいん、頑張りそう。頑張りそう。前髪を止められましたので、いきます。あ、じゃあこれはもう見せません。あ、そっか、ミラー出してた。ミラー出してた。ミラー出してた。やばいやばい、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい。あ、まず日焼け止めからです。日焼け止めです。下地です。そうですね。マスキングカーのトマップ、トマップ、あ、なんかちょっと日が、比率が合わない。頑張ってください。何も言いません、私は。何も口を出しません。あ、どこが濡れてるか分かんなくなっちゃったよ。
あ、ここつけちゃった。その人がいい。ありがとう。いや、これや。どうしよう、どうすればいい。やめとりあえずしよう。顔削る。ちょっと無理なんてどうでもいい。ここはもう慎重に。あと何分？あと1分15秒です。こんなもんでしょ？つかめない。痛いですよ、それさ。それ、挟んだら痛いです。やばい、ガチだからもうガチだけど、これは。なんか転がってきた。でも、かわいさとか関係ないんですよ、メイクなんて。かわいくなる過程ですから。あ、でも、え、すごい。あ、下のちょっと入れたかった。ちょっとアイライン。ってやばい。あと、45秒です。アイシャドウパレット無印のやつと、これはキャンメイクのやつです。スキンアクアの日焼け止めと、でこれがキャンメイクのやつで、これはイニスフリービューラービューラー資生堂のハイライトはこちらの、はい、チークはエチュードハウスのやつです。コンシーラーはザセムのコンシーラー、眉マスカラはリセのやつです。マスカラはウーズのモテマスカラコッパーエチュードハウスのやつです。 BE119 です。こんな感じです。なるほど。私が使ったコスメは、私が使ったのはこちら、ヒーミーの多分アイカラーパレットゴールデンマンゴー、チーフレのパウダーチークス443番のオレンジ系、私の顎をゴリゴリに削ってくださる、キャンメイクのシェーディングパウダー、ユアールグラムのアイブロウパウダーブラウンの2番です。100均の激安。ヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンスフィルム02番ですね。はい、これザセムのチップコンシーラー 1.25番でございます。ラブライナーのリキッドバージョンのブラウンでございますセザンヌの各二重ライナー10番の影用ブラウンです。 GU で買った W リップスティック45シャープイエローでございます。マイロングリップティント02番、これはあの若梨からの誕生日プレゼントなんですけど、あ、ハイライト使ったキャンメイクグローツインカラーの04番でございます。資生堂のベビーパウダー、資生堂のミューラー
パチパチパチ。はい、こんな感じです。イエーイというわけで、ノーミラーメイクをちょっとチャレンジしてみたのですが、なんで笑うんですか。めっちゃ可愛いんだけどさ。可愛いんだけども、あの、面白い。あれやだ。そう、前にさ、メイクをやってたじゃん。あ、やってましたね。そう、あの時もちょっとあの、アビちゃんとかすごいヤバい顔してたけど。あの、話しか。てか、もっと悲惨なことになると思ってた。え、でも、薄くない？薄いですよ。ね、いつもよりめっちゃ薄い。てか、思った以上に眉毛が映んない。え、びっくり。そうね。びっくり。でも、こちらカメラ側として、ゆずちゃんのすごいたくさんいろんな顔が見れたのが嬉しかったです。というわけで、皆さんもね、もしよければ、ノーミラメイクチャレンジしてみてください。はい。面白いことになります。面白いことになるので、楽しいと思いますので、はい、休日とかに友達とやってみてください。はい。はい、というわけで、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待ってます。バイバーイ。